トゥール重量級最強、世界の強豪相手にプロレスラーの強さを証明し続けている高田道場桜庭和志。試合のたびに観客のみならず対戦相手までも仰天させる桜庭流テクニックの正体を今明かす。バーリトゥードをやるために必要なものは打撃、投げ、タックル、関節技などありますが、その中で重要なものは投げ、タックル、関節技などです。打撃は投げ、タックルの崩しとして使ってください。僕も試合で出す打撃は投げやタックルに行くための崩しとして使っています。OK。 総合格闘技を始めるために基本的なものはアマチュアレスリングのテクニックです。これからいくつか紹介しましょう。まず正面タックルを紹介しましょう。まず形からいきます。正面タックルで重要なのはまず相手に当たること。相手に当たって、それからこの足をしっかり運ぶ。それと手をしっかり引きつけと、この3つをしっかりすると正面タックルで相手を倒すことができます。それでは片足タックルの倒し方を紹介します。片足タックルで足を払って倒す方法です。ポイントは片足タックルに入ったらこの足をなるべく高く上げてやる。高く上げてやることによって相手の向こう側の足が自分に近づきます。そこで払ってやる。次は相手がディフェンスしてきた場合、ポイントは片足タックルに入って相手が防いできた場合、自分の肩を入れてやること。そうすることによって相手が自然に向こうに、自分より向こうに倒れてくれます。次は股の間に足を挟んで倒す場合、この技のポイントは入ったらしっかり股に挟む。股に挟んだら今度は内側にある頭を外側に出します。そして内側の足を中心にコンパスで絵を描くように引いてやる。そうすると簡単に倒れます。次に僕が得意とするタックルです。ポイントは入ったら相手のかかとを押さえ、膝より下に自分の肩か頭をつけて、テコの原理で倒してやる。テコの原理を使うと力のある選手でも簡単に倒せます。
投げです。ポイントは相手より内側に手を組む。素早く相手の下に潜り込む。そうすると相手の体重が自分の肩に乗ってきます。そこで少し持ってる手を引きながら入り込んだ腕を上げてやると自然に返ります。飛行機投げをやるときに相手をきれいに投げにくかった場合はここで前にお辞儀をしてやります。そうすると簡単に倒せます。飛行機投げで相手が踏ん張ってきた場合、ここで腕を持ち替えて正面タックルに切り替え、で倒して、あとは正面タックルに切り替えたらこのままバックを踏む。重要なのは相手の脇を刺してやるということです。相手の脇を刺してやると自分は力が入れやすくなります。逆に刺された方はなんだかわからないけど力が入らなくなります。この刺す練習方法として、相手とこう片方ずつ腕を差し合います。その時に重要なのはしっかり自分の体重をかけて刺すということ、あとは刺される方の脇を少し締めてやるということ、刺しにくくしてやる。そうすることによって刺しの練習になります。対して傑作的なニックネームをつけた自信があるんだけどね。これは、まあ、あんまり広めたくないんでここだけの話ということで広めてもらいたいな。バザールでござるによく死んで死ぬ時に言ってたんで、バザールでござるってこう歌ってたんですね。それが本人嫌なんだろうな。ですけど、まあ、自分としては非常に傑作だな。実写版で撮ってくれないかっていう、あれ確か NEC からなんですね。右に出るものを嫌と思うんだろうね、キャラクター的にはね。それでは関節技の紹介をします。まずはじめにスリーパーホールドです。方として自分の腕のこの部位のところをしっかり相手の首に合わせます。そして反対の手を頭の後ろに滑り込ませながら腕を組んで密着して締めます。ここでのポイントは相手の首を絞めたいからといって無理に力で引きつけない。無理で力で引きつけることによって相手にその間に隙間ができます。そうすると相手にスリーパーを外されてしまいます。
逆に締めたいと思ったら少し自分が丸まってやれば首が締まります。次はフロントチョークです。締め方はしっかり相手の首に自分の腕を回してやって上に持ち上げるような感じで締めます。悪い例として相手の脇を刺して締める。これは相手が自分の手首を掴むことによって締まりにくくなります。逆にこれを無理して締めようとすると自分が疲れて次ディフェンスするときにきつくなってきます。ポイントはフロントチョークに入った瞬間にすぐに締める。あとしっかり自分の手を相手の喉にかけておきます。次はグラウンドで抑え込んでいる時のスリーパーを紹介します。横四方固めで抑え込んでいる時に相手の首の下に深く腕を入れておきます。隙を見て上の方から喉に自分の腕を滑り込ませてやってそこで組んで顎で自分の腕を押して締め付けます。ポイントは相手の頭の下にある腕をしっかり深く入れてやること。反対側の腕はしっかり相手の喉を押しているということ。そこであとは顎を使って力を加えてやって締め付けます。
逆だった場合は下になってる方を曲げてやって切ってやります。あと深く組んでる場合は少し自分の取りたい方の腕の方向に少し体重をかけてやります。で隙を見てバーンと外して切ってやります。でこういう場合は腕を持ち替えてこっちに体重をかけながら外してやって切ります。あとは反対側の肘を持ってきて切ります。それでは腕ひしぎ十字固めのいろいろな入り方を紹介します。まずは袈裟固めから。ここでのポイントは腕を引っ掛けてまたいだ時になるべくこの肘が抜けないようにお腹で押しておきます。その隙に反対側の膝を入れといて、で倒れながら足を入れてやる。次は横四方で抑え込んでいる場合の入り方を紹介します。横四方で抑え込んでいるときに相手の腕が自分の首の方に回っている場合、肘を引きつけて少し起こしてあります。顔をしながら相手の頭をまたぎ、ここで方向転換をして十字に入ります。なるべくこの足をつくときに背中の方に近いところにつきます。そこで回転すると自然に脇の下を刺してますので相手は腕を抜くのがきつくなってきます。次はさっきとは反対でこっち側に来た場合、今度は逆の腕で肘を引きつけます。お腹を膝でまたぎながら相手の顔を押さえ、でそこで倒れながら足を入れてやります。ポイントはなるべくこの位置にお尻が一発で来るように膝をのお腹の上に乗っけたら腕を深くつきます。一発でここに来て相手の首を引き込みながら足をかけてやります。そうすると相手が逃げにくくなります。マウントを取った場合、殴りを相手の崩しと利用して殴って相手が嫌がって手で防いできた場合、引っ掛けて十字に入ります。そこでのポイントは殴るときに相手の脇を殴る前に刺しとく。そこで殴って相手が嫌がって手を出してきたら内側から
肘をすくってやって顔を押さえながら十字に入る。あともう一つポイントとして、殴って顔を押さえて十字入るときに逆の足でも脇を刺してやると楽に十字が取れます。次はバックを取ってからの十字を紹介します。ポイントはまず足を深く入れて、反対側に出るぐらいまで深く入れて、しっかり腕を引っ掛けて相手の頭の方に体重をかけます。そして相手の足を自分の方に引きつけてやれば自然にひっくり返ります。次に下からの十字を紹介します。まず自分がガードの場合、相手の頭と腕を引きつけます。腕を引きつけるときになるべく内側に入るようにします。そして相手の腰を蹴りながらお尻を外に出して、頭に足をかけて十字をかけます。ポイントは相手の腕をなるべくこっち側に、内側の方に持ってくるということです。そして頭を引きつけ、腰を蹴った時に反対の足で脇を刺します。そして頭に足をかけて突っ張ってやる。あとなるべくお尻を横の方に出してやります。そうすると頭にかける足がかかりやすくなります。横手法で抑え込まれてしまった場合、必ず肘は自分と相手との間に入れてやります。そこで一気にブリッジを使って相手を離して隙間ができたら足を突っ込んで十字です。ポイントは相手を離そうとすると相手はびっちりついてくるので、ここで相手を引きつけようとします。そうすると相手が何か狙ってるんじゃないかと思って少し離れてきますので、それに合わせてブリッジで相手を離してやって、その隙に足を入れてやります。桜庭さんとは、僕がユーインターの頃からの先輩なんですけれども、もう4年近く付き合いになるんですが、レスリングの基礎からいろいろ教えてもらって、一番近くにいる先輩です。プライベートでもいろいろ可愛がってもらって、面白くて優しくて、かっこいい先輩です。次はアームロックの入り方を紹介します。横手法で押さえ込んでいるときに
相手の腕が自分の首にあるとき、先に相手の肩の下の方から腕を入れます。そこでしっかり押さえ込んで自分の体を少し横にして手首を取ってアームロックに入ります。ポイントは相手の肩の上からしっかり手を回してあります。ここをしっかりしておけば手首を取るのは簡単なので、こっちの腕をしっかり深く入れるようにしてください。アームロックを取りに行って相手の力が少し強かった場合は、こっちの深く入れた腕を肘の方に移動してきます。そこで伸ばしてやって腕を決めます。アームロックの入り方としてこういう入り方もあります。十字に行くふりをして相手の顔にお尻を乗せます。そこで腕を持ち替えてアームロック。ポイントは十字に行くふりをしたときに相手の顔にしっかり座ることです。相手の顔にしっかり座ると相手は動けなくなります。そこで腕を持ち替えてしっかり持ったらアームロックにしてやります。次はバックを取られてからのアームロックの切り返し技です。バックを取られたらしっかり片側の腕を脇を締めてしっかり取ります。そこで手首を切って相手のクラッチを切って向かい合います。向かい合った時に自分体重を相手の肩に全体重をかけて、それでひっくり返ってアームロック。ポイントは向かい合った時にしっかりここで自分の体重を全体重をかけて、それと同時に相手の股の間を自分の足で蹴ります。僕にとっては一番身近な目標です、そしてよく人を騙す人です、つい最近では北海道に行くのにパスポートが必要だと言って騙されました。次は足技いきます。まずアキレス腱固め。アキレス腱固めの場合、自分の持つ位置によってこの持つ位置によって足の入れ方が違います。こう持った場合は内側の足を締めて決めます。外側に持った場合は外側の足を入れてこれで決めます。基本は持った腕の方と同じ足で絡めて、こっちで持ったらこっちの足を絡む。次はヒールホールドです。ヒールホールドはアキレス腱固めと入り方も全く一緒です。持ち方が違うだけ。
アキレス腱で入ってアキレス腱が決まらない、決まらなかったら今度脇を締めてかかとをすくってやる。そうするとヒールホールドがかかります。でポイントとして足をあまり突っ込んでやらないように、自分の膝で締める。足を突っ込むと膝を締めやすいけども、逆に相手に足を取られやすくなりますので、アキレス腱固めも一緒、膝で締める。反対の足を内からすくってやる。そうすると相手が逃げにくくなります。次はアンクルホールドを紹介します。相手が寝て自分がその股の間にいるとき、つま先をしっかり取っておきます。そこで相手のかかとの外側から反対の腕を入れるようにして前転します。で前転するときにポイントとして反対の足を引っ掛けて、引っ掛けて前転します。そこで足首固め、次は膝十字固めです。パスガードをして足が1本残ってる状態の時に上半身に意識を散らばして、こっそり股に手を入れておきます。そこでまたいで膝十字、膝十字はここまで来てから抜けやすいので、しっかり自分の相手の足が自分のお腹の方に向くように足の位置をしっかり向けてください。そこであとはかかとを引っ張っていく。そうすると膝が決まります。あとここに足を突っ込むときになるべくつま先から突っ込んで、ここに間違って膝から突っ込んでしまうと相手に足首を決められる場合もあります。足を組まれて切れない場合はしっかり内側の方に腕を入れたまま、取りたい方の足を下から伸ばしてやってます。そうすると足をクラッチされても取ることができます。プライドシリーズでのベストバウトの呼び声が高い優等戦でのフィニッシュホールドの入り方、そのバリエーションの多さは桜庭ならではと言える。ポイントとして
バックを取られたら一本足を外に出します。で、外側に向かって前転をしながら中に入った足で相手のお尻を押してやります。で、相手が帰ったら膝十字の体勢に入ってますので決めてください。次は三角締めいきます。ガードになっている状態で相手が肘で足を開いてきた場合、片腕を外します。片腕に相手の意識を集中させておいて、しっかり相手の腕を一瞬押さえて上に登ります。そこで三角締めに入ります。三角締めのポイントは、首に回ってる足をしっかり隙間がないように密着させます。これが隙間があると全然締まらなくなります。で、隙間がある場合どうしても締まらないので、そういう場合は一度頭を押さえてロックを外して足を伸ばす。で、もう一回つけてやると深くはまります。そこで深く締める。これで相手がまだ我慢している場合は頭を引きつけてくれば締まります。足を下からすくってやって、で、片腕を深く入れます。深く入れながら、ここに体重、相手の足に体重をかけて横に回って足を解けます。そして抑え込みにします。ポイントはしっかりこの相手の足に体重をかけてやる。相手の足に体重をかけないと、ここでやるとまた足が戻ってきます。しっかり体重をかけて抜けてやる。ポジションで相手が足をロックしてきた場合の外し方をやります。まず首を使います。で、立って相手の頭を相手の足に近づけてやると自然に足のロックが外れるので、そこで頭を押さえながら片足をすくってここに体重をかけながら横に抜けます。ポイントは相手の頭をしっかりこう直角になるぐらいにのように持ってきて、この立つ瞬間相手が突っ張って倒されることもありますので、この立つ瞬間気をつけて。立ったら膝を締めて足が外れやすくなるように
膝を締めます。それで頭を近づけると自然に外れますので、すくって横に抜けます。状態の時の攻撃の仕方を紹介します。まず近づけたら足を押さえます。そこでチャンスを見て側転して押さえ込みます。ポイントは相手の足をしっかり押さえてること。もし相手が反対の足でついてきた場合は、ついてきた場合はその回転に合わせて振ってやる。次に寝てる場合を痛めつける場合、近づけたら足首を押さえます。足首を少し内側にやって、ここでローキック。ポイントはここで押さえるんではなくて、少し内側に足を入れてやるという。そうするとももの外側が蹴りやすくなります。ブラジリアン柔術の超新星ビクトー・ベイフォートを戦意喪失に追い込んだスーパーテクニック。そしてこの後秘密兵器のあの技を公開。その他にどうしても足がうるさい場合は、少し離れてジャンプをして顔面を踏みつけます。ポイントはジャンプするときにしっかり自分の胸に膝をつけるということ。そうすると相手との距離が空くので、この足が引っかかってきません。あとあまりジャンプ力のない人は少し離れて、それから助走をつけてジャンプでもいいです。普段はもうひょうひょうとしてすごいおとなしいんですけど、酒癖が悪くてすごい酒乱なんで、酔っ払って車のフロントガラスを口でぶち破ったっていう話もありますし、あとタクシーの運転手をスリッパで締め落としたっていう話もありますからね。なんか面白いって言ったら面白いですね。はい、この度はスーパーテクニックのビデオが出ると聞いて、僕もそれを見て研究してないと思います。はい、次は相手が亀の状態の崩し方をやります。まず横について片膝一本相手の中に、腕と足の間に入れてやります。そうすると相手は足を絡めてきます。そこで相手の内側に入った足を跳ね上げて、そうすると相手がひっくり返ります。でそこで袈裟固めに移行します。亀の状態の崩し方で
他の崩し方をやります。横に四つん這いの状態で横について、遠い方の腕を刺して取ります。で、体重は自分の方にかけながら膝で相手の 足に体重をかけます。そうすると相手は伸びますので、そこで引っ張ってくる、引きつけて押さえ込む、あとは十字に入っていくんです。ポイントはしっかり自分の方に体重をかけて、この膝の部分をしっかり押してやる。そうすると相手は足が痛いので、相手の足が伸びてこっちの方に引っ張りやすくなります。では次にまた亀の崩しの別パターンを紹介します。亀の状態の横について自分側の足を上に上げながら頭を丸めてやります。それで押さえ込みます。でこの時にこの足をすくって、足を自分が仰向きになりながら足を突っ込んでやって、こう持ってくると監獄固めになります。次にキーロックを紹介します。十字の状態に入って相手の腕がどうしても力があって切れないときに、腹側の足を外して頭の足をこっちに持ってきて、でここで思い切りこの中に入った腕をもう背筋の力で思い切り引きます。それで黄色く決まります。相手が起き上がってくる心配もあるので、その前に自分が起き上がって前転して顎の下に足を引っ掛けると、黄色くの別の形で黄色くが決まります。ポイントはこの顎の下に入っている自分の足です。キーロックをやるときにポイントとして、中に入る腕は絶対頭の方から差し込むようにしてください。相手の頭の方から差し込む、これが反対だった場合はキーロックはかかりづらくなってきます。必ず相手の頭の方から差し込む。次に八の字固めを、八の字固めでいいのかわからないけども、僕は八の字固めと聞いたのでそう覚えています。それを紹介します。膝十字に入って完全に決まって、どうしても面白い技で勝ちたい場合、ここで少し手を抜いて決めないようにします。で、上側の足でこれをすくってきます。で、すくってくるときにお尻を少し外に出し、膝を蹴ってここでくるんです。で、ここでこう反ってやると決まりやすくなります。
救ってきた時にお尻を出して、最初膝十字でと伸びていた足を曲げてやることです。持ってきた時に曲げやすくするためにお尻を出したら、こうやって足を膝の裏を蹴ってやれば曲がりやすくなります。次にテキサスクローバーをいきます。ガードの状態で相手の足を一本中に入れてやります。で、膝の裏から出して一本決めるんですけども、ここまで持っていくのにしっかり自分の体重を使って相手を潰しながら、つま先を少しずつ入れてやる。で、がっちり決まったらタイミングを見て、ひっくり返る。これのポイントとして、軽い相手を選んでください。練習生の頃からあの人は強かったんですよ、基本的に。だけど、まあ練習をですね、とにかく長く付き合う人と先輩に付き合うのが嫌なもんだから、先輩の前では猫かぶるんですね。ね、でわざとやられたふりしたりね。で、参りました。この人うめえなと思って、で俺寮帰って夜に桜田さんにいろいろ話するじゃないですか。こうそしたらニヤッと笑って、決められてやったよとかって言ってるんですね。この人はと思ってね。だからまあ誰とやる時でもね、そういう状、そういう、まあそういった感じだったんで、まあなんていうのかな、天性のそういう格闘センスっていうのを持ってて、でまあ下地がアマレスということでね、レスリングには自信があったし、でそれプラスアルファサブミッションを覚えたあの人はやっぱりね、その部分に関してはその時から僕はこの人すごくなるなと思ってた。次に打撃ですけども、僕の場合打撃は崩しとしてしか利用しないので、本格的な練習はほとんどやりません。私のチームについていくにはちょっとね、あまりにも地味すぎたんでね、まあそれがやはりね、自分の力を生かせるね、そういった場でね、巡り合えたっていうのがね、まあ、彼にとって、まあ、プラスに働いたんじゃないかなと、まあ私は思うんですがね。最近のねご活躍はね、僕もいろいろ媒体を使ってね見てますんでね、レンタルビデオ屋で借りたこともありましたしね、まあこれからもね、ミドル級のナンバーワンを目指して頑張ってください。スパーリングのやり方を説明します。まずはじめにディフェンスを覚えるために、自分より強い選手とスパーリングをします。ある程度ディフェンスを覚えたら、今度は自分より弱い選手とスパーリングをして攻め方を覚えます。だいたい期間的にはディフェンスを覚えるのが約半年ぐらいである程度覚えますので、ある程度覚えたら今度は自分より弱い選手とスパーリングをして、どんどん攻撃を覚えてください。
それではこれからディフェンスを中心としたスパーリングを行います。桜庭のスパーリングの特徴は常に相手の動きの先を読むということだ。一瞬相手の技にかかったと見せかけて次の展開に持ち込むのがポイント。そのディフェンスの仕方を注意して見てみよう。次に下の状態、ガードポジションの体勢からマウントポジションに切り返す流れを見てみよう。相手の上半身を密着させて足を跳ね上げて返している。今度はガードポジションから相手がパスガードする動きに合わせてバックに回る方法。同じくガードポジションからバックに回る方法。相手がアームロックを狙って右腕に攻撃を仕掛けている。そこで素早く右肩を抜き体を移動させながらエビを使ってバックポジションを取る。次は亀の状態からの脱出。桜庭の特徴として腕は取られても足は絶対にフックさせない。自分の肘をうまく使ってカットしている。あとは自分から足を開きながら前転してバックポジションを取る。次も亀の状態からの切り返し。やはりスリーパーや腕などある程度自由に攻撃させる桜庭。あとは自ら状態を起こし相手の動き回る方向に回転しながら切り返していく。桜庭選手はすごく、練習とかやらせていただいてもすごく技とかもすごく細かく教えてくれたり、すごくいい人です。寝技のタイプ的には今までやったことないタイプの人だったんで、すごく天性の素質がある方だと思います。いや、桜庭さんもコーラを練習後に飲んでたんで、僕もコーラを飲んで強くなろうと思います。桜庭選手はそうですね、すごく頭のいい人だと思います。いや、技を一つ取っても自分のオリジナルのテクニックがあってすごく上手です。はい、これからも出稽古でいろいろ教えてください。よろしくお願いします。次はオフェンスを中心としたスパーリングを行います。ポイントとして常に攻める気持ちを持ってスパーリングを行うことです。まずは片足タックルからバックを取りスリーパーで決めるまでを見てみよう。相手の動きに合わせながら足をフックさせていく。下半身の動きを抑えてからスリーパーを決めるのがポイント。次はパスガード、そしてバックポジションから腕ひしぎ十字固めの流れを見てみよう。相手が下から三角を狙って足をかけるのと同時に桜庭は肩を抜いてパスガード。あとは相手の動きに逆らわずバックに回り右足を相手の股にフックしながら腕ひしぎ十字固めを狙う。
次はグラウンドに移行した際の桜庭の足の動きに注目してほしい。下になった相手が足を絡める前に素早く自分の足を抜いてサイドポジション、そしてマウントポジションへ。ここでのポイント、桜庭は相手の首を引きつけながら足で脇を刺している。その後マウントを切り返されたものの、バックポジションのまま両足を相手の股にフックしコントロール。あとは誘い込むように右足を外させ、腕ひしぎ十字固め。次はパスガードしてからの桜庭の動きに注目してもらいたい。右半身をうまく使って相手の脇を刺すポジションを取っている。そこから腕ひしぎ十字固めに行くふりをして左足を抜いて三角締め。次は相手が亀になっている状態を切り崩す動きを見てみよう。スリーパーに行くと見せかけて相手の意識を首に集中させる。その隙をついて自分の足を相手の脇腹に入れていく。そして動きの中で左膝を入れてコントロール。相手がその膝を嫌って左手を下げた瞬間、首に手を回す。あとは体勢を整え、左腕を抜いてスリーパーへ。次も相手が壁になっている状態、動きの中で足を絡める桜庭。相手が嫌がって体を反転させる動きに合わせて折りたたんでいる膝を抱え込み股先。次は桜庭の足のフックの仕方に注目してほしい。自分の手で膝を押し込んでから足をフックしている。あとは狙い通りレッグロックでタップを奪う。彼自身は天才だと思いますので、それほどその努力をしているとかそういったことは一切あまりしてないように見えますね。それでいてあそこまでできるっていうのは石野が天才だと思います。でいろんな選手がいますので、そういった選手を、と戦って、それで自分 の, その格闘技人生の中の歴史に残して、で、まあ、最後にそのいつか引退するであろう時に格闘技やってて本当に良かったなと思うような、そんな格闘技人生を送っていってください。救世主だっていうふうにみんなから言われて、僕もその通りだと思ってるんで、そのイメージを崩さないように頑張ってほしいですね。あの見た感じもこうなんていうんですかね、そのノールールの世界ではすごい花がある選手だと思いますし、プロレスラーとして、名前を売ってるんで、そのイメージだけは崩さずに頑張ってほしいです。まあ今言ったように救世主となって21世紀まで頑張って格闘界を引っ張ってください。
次にサーキットトレーニングを説明します。サーキットトレーニングはスタミナをつけるためにスパーリングをやった後に行います。1分から5分の間にいろいろな運動を合わせて自分の限界まで追い込んで3から5セットぐらい行います。それではやってみます。やるんですか？ジャンプ、バービー、足前後、足交差、重上げ、バービー、腕当て、腹筋、背筋、足前後、もも上げ、今回は1分と短い時間でやりましたが、普段は3分5セットぐらいやります。これだけやるとスタミナがつきますので、皆さんも家庭でやってみてください。 I think he's a really nice person and、I really like him. Second of all, I think he's got really good technique and、he's a relaxed fighter, good technique, good looking, so I think he's going to do good. For Sakuraba, I hope you're going to do real good. I know you do.Because I see you fight before. You're a really good person. I have a lot of respect for you, and I wish you all the luck in the world. スパーリング中心に練習して、で、僕らの環境で教えてくれる人がいないので、自分で考えながらスパーリングをしてますけど。自分のやってることを好きになれば、練習しても苦にならないので、どんどん考えながらやって、そうすればいろんな技も発見できますし、まずは好きになることですかね。初めのうちは練習苦しいかもしれないけども、もう絶対誰にも負けたくないというそういう気持ちを持って練習してれば、練習した分だけ技術が身につきますんで、技術が身についてくればだんだん面白くなってくる。それがやってて楽しいんで、その辺が好きになるということですかね。まあ、なるべく、いつもとは違う動きをしようという努力をすれば、その中で新しい技を発見できますんで、一つのことを教わればそこからいろんなものにこう枝分かれしていくんで、その数が多ければ多いほどいろんなところで対処できると思うんです。だからまだ全然発見しない未知のその枝分かれした部分を発見するために、スパーリング中に考えながらやりなさいと。僕がそのやってる人のを見て、僕から見ればこういう技もかけれるというのをそういうのを教えてきますけども、まあ、それ人それぞれ 手足の長さも違いますし、体の硬さとかも違うんで、できない技もありますし、で僕ができないことをできる人もいるし、なるべく自分の
得意な技を一つ見つけろと教えてますけど、そこからいろんな技を覚えて、さっき言ったように枝分かれしていくん で自分で考えた技を自分で考えれば自分の身につきますんで、考えろと教えてますけど、まあ高田道場に入って、で毎日練習して、そうすれば練習さえしてれば強くなりますんで。サブラバ選手、ちょうど4年ぐらい前にね、うちが UWF と構想した時に、構想というか、まあ、試合した時に、確か東京ドームで第一試合でね、タッグでやった記憶があって、あの試合がまた すごく評価されててね、あの時の印象が強いですね。レスリングセンスがやっぱすごいある人で、一点だからキックとかそういう派手なものはないけど、なんか細かいレスリングの動きがなんかすごい優れてるっていうか、いい選手だなと思ってましたね。大変でしょうけども、体が続く限り頑張ってください。はい、やっぱり人間の基本的な運動としてランニングは必要だと思います。僕は高校の時と大学の時に走りました。しっかり。今はその貯金でやってます。貯金すると利息がありますんで、額が多ければ多いほど利息は高いじゃないですか。まだまだ。まだまだ。ご時世でも。元は全然減ってないんで、甘いものとか油物を、まあ、あまりにも取りすぎると良くないですけども、少しだけ気をつけてセーブして、そうすればあとは運動すれば脂肪とか取れますんで。判定になったら脂肪の多い人が負けとか、そういうルールじゃないので、あまりにもつきすぎなければいいとは思いますけど、ある程度の脂肪だったら別に運動すれば取れるんで、脂身あった方が肉も美味しいですし、脂身だけを食べるっていうのは良くないけども、少しぐらいは平気だと思います。自分の好きなことをして、しっかり休養して疲れを取れば、それでいいです。楽しくやって、自分の好きなことをやって、みんなで強くなりましょう。もっと詳しく技を知りたい方、また新しい技を知りたい方は高田道場まで来てください。お待ちしています。桜庭の練習っていうのは、あんだけオールラウンドなね、技をこう使いこなせるにもかかわらず、ここ1年特に高田道場始まってサンドバッグ蹴ったとこ見たことないし、パンチの練習してるのは1回も見たことないし、腹筋なんか一回も見たことないし、ランニングは一切やらないし、バーベルはちょこちょこっと30分ぐらいやるぐらいだし、あとは実践の中で要するにスパーリングプラススキルトレーニング、その中でその試合で出してるものっていうのが作られてるわけだね。その野生の動物っていうのは獲物を捕まえるために、
いちいちよしや今日は獲物を捕まえ、明後日獲物を捕まえるからそのためにさ100メートルダッシュ5本やろうとかね、じゃあライオンが腕出してやろうとかねってのはないわけで、その日頃その仲間とじゃれ合ったり仲間とおかげっこ したりとかしてる中からそれがもうトレーニングだから、要するにその自然の中でその実践的なものから実践のものを学ぶという、だから腹筋も実践の動きの中で腹筋を鍛えていくっていう、心臓要するに心肺機能も実践の中で鍛えていく、全て実践の中で鍛えていく、でもその辺もあの鍛えるという意識は人間があるけど、ライオンその動物は鍛えるという意識はないけれども、本能的にそういうものを鍛え上げると、そして獲物を捕まえるときに一気にその能力を発揮するという部分においては策のやり方っていうのは本当にこう獲物を捕まえるための準備がね、野生動物にすぐ似てるなという気がするね。だからその分こうすぐああやってすぐ出るっていうのは、僕はあの昨の試合とかレスリングっていうのは僕は IQ レスリングというふうに自分なりに思ってるんだけど、それは、限られた時間の中で、それは一瞬だよね、一瞬の中で正しい判断を、要するに正しいですよ、正しい判断を出して、そしてその判断通りのアクションを起こすと、だからそこでローリングスパートが決まったり、あるいはリフトとパンチで渡り合ったりとか、あるいはジャンプして踏んずれたりとか、もちろんグラウンドテクニックっていうのは一級品ですけども、ですから非常にこう常におそらく練習の中でも非常にこう考えて練習してるはずだし、それがまた試合に生きてると思うんだけど、試合の中であれだけのこう瞬時瞬時にね、大胆かつね正しい答えを出せるっていうのは非常にこうその攻防の中でのレスリングを組み立てる中での IQ っていうのは非常に高いと思うんですよ。だから桜庭みたいになりたい人たちはランニングもしなさい、腹筋もしなさい、桜庭と同じことをやってたら桜庭みたいにはなれないというのが俺の結論なんだよね。だから彼はその分の IQ が高いから、その桜庭のやり方は桜庭にしかできない、もしかしたら世界に探せば何人かいるかもしれないけど、まあ、桜庭しかできないやり方だなというふうに、策を見てきてね非常に感じますね。俺も真似できないし、だから一番勘違いしてもらいたくないのは、あの桜庭と同じことやってれば強くなるというふうに変に誤解しちゃうと、いつまでたっても伸びない、桜庭が腹筋しないから僕らもしないとか、桜庭さんが走らないから走らなくていいんだとかってなると、いつまでたっても成長しない、その辺の誤解というか勘違いっていうのはね、その例えばファンの中に彼みたいになりたいという